一人で。そう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 。結構最近、そのビートルズのいろんなね、ゲットバックのあれから始まってっていうか、自分の中でも盛り上がって、うん、ずいぶん前に出た本なんだけども、うん、エンジニアをやってたジェフ・エメリックっていうのの自伝、うんうんうん、600ページぐらいある本なんですけど、うんうん、ずっと読みたくて、だけど600ページだから、ちょっと覚悟がいると思ったら、実際読み出したら3日間で読んじゃったんだけど、素晴らしい面白い本で。ああ、さっき読んでたね。すごいね、こんなよ。人間臭いっていうか、要するに、いい、例えば、ジョージ・マーティンって人は、ミスター・ナイス・ジェントルマンみたいな感じなんだけど、うん、ジェフ・エメリックによると、まあ、すごくお世話になって素晴らしい人なんだけども、やっぱり、エンジニアとプロデューサーって、全然プロデューサーの方が偉いんですけど、エンジニアで入って、いろいろジェフ・エメリックが、ジョン・レノンから、あっちの丘の上でダライ・ラマが歌ってるような声にしてくれとかっていう、そういうわけのわかんない要望を、わかりましたって言って、ね。で、ポール・マカートニーがピアノを弾くと、これピアノで弾いてるけど、ピアノじゃない音にしてくれとか、いろいろ無理難題を押し付けられて、で、彼が一生懸命いろんな考えて、そのコンピューターのあれもないし、エフェクターもない時代に、テープを逆回ししたりとか、2台使ってずらしてなんかディレイみたいにしたりとか、そういうのを結構ジョージ・マーティンは一人手柄を独り占めっていうか、なんか僕が考えたのになんかジョージ・マーティンの 手柄になってみたいな書いてあったりとか、あと初期の頃のジョージ・ハリソンはものすごいギターが下手で何度やっても弾けなくてしょうがないポールが代わりに弾いたりとか、タックスマンなんてジョージが書いてきた曲なのに、どうしてもやっぱりやってもソロ弾けなくて、結局ポールが弾いたとか。それ間違いない。だってそのジェフ・エメリックが書いてるわけよ。で、なんであんな上手くなったんだ？それがね、やっぱり彼はすごくポールと仲が良かったから、ポールのことはものすごい認めてるし、感じもいいし、でもみんな結構気難しかったり、ジョン・レノンなんてもう機嫌がその日によって全然違うとか、で、ジョンは歌詞を全然覚えられなくて、いつも歌詞カードを見ながら歌ってて、All You Need Is Love って衛星放送で、あの時はさすがに歌詞を見るわけにいかなくて、もうスタッフがみんなドキドキしながら見守ったとか、例えばそういう、なんか人間的っていうか、いいことばっかり書いてなくて、もちろんいいこともいっぱい書いたんだけど、すっごい面白くて、それが。自分の中でだからすごくビートルズが今盛り上がってる感じ。題名なんて言うんですか？なんかね、その持ってくれば。あ、返してしまった。あ、そうなの？借り物だった。あ、そうなんだ。うん、なんかね、目の前をそれ通り過ぎたような気がするな。いや、出た時はすごく評判になって。いつ頃出たの？もう10年。あ、じゃあ違うな。ぐらい前かな。最近に目の前を通り過ぎた気がする。この人がね、亡くなったんですよ、最近。あ、そういうこと。ザ・ビートルズ・サウンド、最後の真実。ああ。その最後の真実。そのさ、はいはい、ビートルズ・サウンドっていう中でさ、うん、ずっとジョージ・マーティンだったわけでしょ？最後、あそこまではね、レッド・イット・ビーの前で。で、なぜにフィル・スペクターになっちゃったわけ？あれ、なんでフィル・スペクターになったの？チェンジなの？もうそこにはあれか、ジョージ・マーティンいなかったんだ。いや、うん。要するに、レッド・イット・ビーだけでしょ？あれって。あ、いや、でもさ、レッド・イット・ビーの、だからネイキッドってあるから、あれでしょ、うん、預けて編集してもらったんじゃない？いや。いたんだ。あれですよ。要するに、だから、レッド・イット・ビーっていうのは最後から2番目のアルバムじゃないですか、実際に。はいはい。レコーディングしたのは。で、ホワイトアルバムの時にも、みんなが、だからこのジェフ・エミリックもそれで一回やめてるの。もう、メンバーの間があまりにも険悪になって。リンゴもやめてるもんね。リンゴも？だってほら、1曲目、2曲目はあれでしょ？ポールが叩いてるでしょ？ああ、ホワイトアルバム？バッケンジャー USSR はさ。マジで？わかる、やめてやるとか言ってやめて。で、むしろなんかポールの方がいいとか言ってる人もいるんだけど。そう、だからポールはすごいって、まあそれにも書いてドラムもすごいし。うん。だけど、とにかくホワイトアルバムのリンゴ好きですけどね。レコーディングの時はもう、本当に良かったみたい。それで、なんか、ジョン・レノンが事故って、ほう。あれ？なんか、
ヨーコと一緒に、どこ、スコットランドか、ね、うん、スコットランドで事故ったよね。それで、ヨーコが、ベッドを、ハローズから取り寄せて、スタジオの中に、バーンってベッドがあって、みんながレコーディングしてるスタジオで、ヨーコはその、ベッドで、こうやって、見てたっていう。それはちょっと反感な。誰とも喋らないし、何も言わずに、常にベッドに、こういて。タフだね。精神的に強いよね。この横、うん、でも、ジョンはそれ、だから、後から、そのさっきの話でね、うん、分かったっていうか思うに、ジョンがどうしても一緒にいてくれって言ったんでしょ？ヨーコがいたいっていうよりも、あの頃は私たちは、なんか、ずうずしい女みたいな感じだったけど、ジョンが多分、片時も離れたくないから、絶対いてくれないと僕は、なんか、何もできないとか。うん、その、アバーバーソンリースカイの中にも、当時彼らがインタビューにね、イギリスの、雑誌とかのインタビューに答えてるの様子っていうのが入ってきてるんですよ。で、それをやっぱり見ると、なんていうのかな、あんまり嫉妬しちゃいけないよね、なんていうことを自分に言い聞かせるように、ジョンが答えてたりしているんで、なんかすごく、それは歌になったのがジェラス街だったりするんですよ。うん。だから多分、そうなの？知らない知らない。それは、そこまではわからないけれども、なんかすごくやっぱり依存体質なんだろうなっていうふうに、あれもマザコンなんだろうなって思う。やばい。ジョンでのマザコン説？絶対マザコンだと思った。あ、マザコンでしょ？あのね、私、まあちょっと、大げさかもしれないけど、イギリス人の男は、ほとんどマザコンだと思う。どうしよう、ここ編集しようか。いや、じゃないの？いや、イギリス人。いや、だって、女の人はマザコンだ。あ、また俺、辞任しなきゃいけない。危ない。いや、別にそれは、あれだよ、変な意味じゃなくて、イギリス人、イギリスって、女の人がすごい強いんですよ。こう、自己主張もすごいし。うん、最近、まあ日本もかなり強くなったけど、で、だからなんか男の子ってすごくお母さんにある意味すごいいろいろ厳しくもされてるし、なんか依存するっていうか、うん、そう、要するにマザコンっぽい。だから、ミュージシャンと仕事するときに、ちょっと仲良くなると、うん、なんかマミーの言うこと聞いてねとか冗談で言うとなんか喜ぶの。ミュージシャンが。そう、よく、私は、冗談でね。そう、ツアーの仕事もよく昔してたんですけど、そうすると、やっぱり、イエスマンみたいな感じで。そうそうそう。自分がお母さんよみたいに、ちょっと冗談ですると、なんかわーみたいな打ち解けるっていうか、なんか喜ぶっていうか。うん、そう、なんか、こう、ガミガミと、特に、最近なんかは、こう、ほら、やる仕事をするミュージシャンが若くなったりすると、はい、みんなでママの言うこと聞こう、みたいな感じで、私お前らのママか、みたいな感じになるんだけど、でも、結局、ツアー真似すると、そういうことじゃないですか、はい、何時にロビーね、とか言って。言うこと聞かせなきゃなんないから、ね。そう、ちゃんと遅刻しないでね、ちょっと飲みすぎないでね、とか言って、やることになるんで。うん。そういえば、ガミガミする女にちょっと惹かれるとこあるかもしれないな。それは。だけど、それがさ、続くとさ、なんかイラッとしてくるんだけどさ。うん。それはあんたのパーソナリティ。まあ、個人的に、ね、個人的にガミガミされちゃうって。でも、もしかしたら、その、なんていうのかな、なんか全部引っ張ってってもらった方が楽だって思ってる男の人もね、いるかもしれないし、うん、なんかジョンなんかは、明らかにそうなんだなっていう感じは、うん、うん、して、やっぱり、ヨーコがこう、しっかり言ってるっていうか、とにかくその、今度、ぜひ、この Above Us Only Sky は見てみてください。ね、すごくね、面白い。あんまり、こう、表に立ってないんだけれども、うん。あと、やっぱり面白いなと思ったのは、ジョンの奥さんが書いた、自伝でしたっけ？あ、はいはいはい。シンシア？うん。が、あれ、私、要するに、ヨーコと付き合っていた時に、シンシアに隠れて、そう。付き合ってた時に、ヨーコが家に訪ねてきた時に、うん、シンシアが家にたまたまいたのかな？うん、そしたら、ジョンが、なんか、頭のおかしい東洋人の女だよって、シンシアに対して。あれは、違うから、うん。っていうようなことが書いてある。私なんか、この前も同じこと言ってる。天の声さんから聞いたことない。私はジョディさんから聞いたと思う。シンシアの話は私。誰から聞いた？私じゃないよ。でも知ってるでしょ、その話。知ってるぞ、話は。それで、でもとか。いや、だからさっきの話じゃないけど、やっぱジョンってすごい人だし、
もう本当、すべてにおいて素晴らしいと思っていて、なんか悪いのは陽子みたいな図ができてたのが、だん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 いろんなことが分かると、あ、ジョンも普通のね、そのジョンが自分で言ってるみたいに手柄を独り占めしようと思って、僕は本当に、なんかしょうもない男で陽子に申し訳ないみたいなことを言ってるっていうのは、その、陽子と付き合い始めた時に、そうやって普通の男と同じように、あの女は、みたいな感じで奥さんには言ってたっていう、なんだ、ジョンも普通の男か、みたいな、ちょっとそんなエピソードが面白いなと思って。うちはどうでしょうね。んうちはどうでしょうね。なんかあれじゃない、なんか猫踏んじゃったみたいな、その、踏まないように気をつけてください。あとね、もう一つ、そう、ビートルズ関係で言うと、昔じゃないな、もう2年ぐらい前でしたけど、イマジンのボックス出たじゃないですか、覚えてます？ジョン・レノンのイマジンのボックスが出たんですね。で、そのボックスに、音声だけだったんですけれど、それぞれの曲の、それぞれの曲、に関して、その時のレコーディングの模様みたいな音声も一緒についてるんですよ。あ、なんかそれ、うっすら記憶ある。うん、ボックスで。で、私はそれの起こしを全部やったんですけれども、で、ボックス、なんとも音しかなくって、で、おまけにそのレコーディングしてて、その、クラウス・フォアマンの声なのか、どれが誰の声なのかみたいなので、ね、すごい大変な思いをして。あ、でもジョンの声とジョージの声って似てるでしょ。そう。で、でも、しゃべり声、ジョンとジョージはね、まだ大丈夫なんだけれども、うん、これがスタッフの声なのか、あ、まあ、それはもちろんね、これはクラスフォーマンかなとか、なんか、うんうん、一体何の話をしてるのかって、その要するに、そこの部分の、曲、ある一曲の、に関するレコーディングの一部が入ってるんですよ、うん、こう。で、だから、そう、それでこう、レコーディングの雰囲気はわかるんだけれども、とにかく資料が音しかないんで、かなり辛い思いをしてやったんですけど、すごいね、すごくあのボックスはかなりそういう意味では聞き応えがある。私、ビートルズの日本に来た時の記者会見のテープ起こしやらされて、全部、で、表に出てるのは一部だけど、うんうん、これが最初から最後までありますから、全部訳してくださいって言って。その資料あんの今も。本に、なんかの本に載ってる。なんかビートルズの本ができるんで、って言って、それの時に、記者会見でこうみんなが答え、なんか言うと答えるんだけれども、すごくジョンの声とジョージの声が似てると思って。私、それで思い出してもなんかどんどん出てくるね。私、クリスマスにファンクラブの人たちに向けて、ね、メッセージね。そう、メッセージを、出してたんですよ、ビートルズが。毎年、60年代にね。ために。そうするとシングル版で、出していて、その時に、はーい、ポールですみたいな、はい、なんとかですって、みんなでなんとかって、こう、いろんな話をしているやつの、が、集大成で、これも2、3年前なんですけど、出るって言って、今多分出てるはずなんですけど、そのために全部起こせって言われて、で、これも起こしたんですけれども、その時に多分天の声さんにも、ちょっとこれ聞いてとか言ったんですけど、やっぱり、ジョンとジョージが、すごく似ていて、で、ポールは比較的わかるし。ポールはわかる、リンゴもわかる。でも、ジョンとジョージが、そう。本当に。で、特にその彼らまだ60年代、すごい若い頃だし、うん、で、なんかふざけてんですよ、彼らの中で。ふざけててクリスマスのメッセージみんなで言ってるあれで、うん、結構大変だった。うん、わかるか。すごく私も大変で、でも、ほとんど喋ってるのはジョンが多いから。うん、あれでも多分ファンのために、全部ボックスみたいな感じで出したんだと思いますよ。ビートルズ系はね、ビートルズ系はね、よく出ます。よく出てます。うん、やっぱり、そうやって、リマスターもそうだし、あと、もちろんね、現役のポールと、リンゴはこうやって、出してるし、で、ポールは昔の自分のソロを一個ずつこうリマスターしたやつっていうのを新たに、うん、未発表曲とか加えて出したりしているし、もう、かなり、そう、ビートルズ系は、出るときはかなり関わったりしているんで。11年前ぐらいにリマスターのあれの大役？うん。あ、違う。うん、もう最近です。あ、最近、あ、また最近リマスターしてんだ。何を出したかな、ソロのことですよね、ポールのソロの話。あ、ソロね、はいはい、ごめんなさい。いや、僕はビートルズのソロ、うん。あ、ビートルズはだってアビーロードとかリマスターとこの間出たじゃないですか。3あ、出た。うん、なんか、
何十周年記念で。うん、50周年だっけ。ついこの間さ、うちでもさ、なんかネットフリックスで聞いたらさ、なんか制作中のいろんな声とかさ、うん、途中で演奏やめちゃったりとかさ、うんうん。あれ、サージャントペパーズなんて、だって自分が真ん中にいて周りにみんながいてっていうような感じでリマスターしたのが出たでしょ。へえ。あれ一回音聞いたんですけど、うん、本当にこう自分が真ん中で聞いて目の前でビートズみんながこう、うん、なんかバーって演奏してくれるような、そういう話だったね、うん、あの時出た時そういう話だった。ホワイトアルバムとか結構こうずっとコンスタントに出てるじゃないですか。なんか私ジョージ・マーティンの息子の電話インタビューを2回ぐらいして、それが1個がサージェント・ペパーズで1個が、うん、私多分それのあのアビーロードの時字幕作ったりしてるのもそんなにビートルズ関係ってリマスターっていうか出てんだね。だから何周年記念、何周年記念で、そう、結構そのビートルズのあれが出るとなんだかでこの潜在資料の翻訳とか関わってるんで、でジョージ・マーティンがね、あ、ジョージ・マーティンか、あの息子、うんうん、ジャイルス、ジャイルス・マーティンが結構あの、うん、ジャイルスが、まあ、息子が代わりにやったりとかして。そう、それでインタビューに答えたり、あとあの、ビデオで、あの、みんなに、その時の様子のメッセージ。今ジョージいないから、うん、それでだから、あの、その。だってこの間もジョージの、なんかリマスター、うん、あ、リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールドだっけ、あれ。ああ、ついこの間しましたっつって。リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド。これから出るの？一曲だけでスマスパス。そう、オースティングスマスパスが一曲出て、その時の、何を訳した資料かなんかで。そのタイトルのボックスセットって、なんかほら、ジョージが水面からこう首だけ出してるやつなかった？いや、あれは、あれはまた別でしょ。うん。オールスティングスマスパスは一曲だけが、うん、去年出たんですよ。それで。一曲だけ。まずは一曲だ。まずは一曲。で、その時に、なんかインタビューかなんかが一緒に出て、うん、コメントかな、ジャイルズだっけな、誰かのコメントが出て、その時に交互期待みたいなことを言ってたのね、うん、だから多分今年出るよね、うん、そうだから、そう多分あの他にもいろいろやってるものはあるからね、うん、みたいなことがあったんで、だからちょっとファンは、うん、あの楽しみかなって、私はあの言い方だったらば絶対に残りの曲も全部リマスターして出るんだろうな、うん、そういうね引っ張る商法あるんだよ、ティーザー広告ってあ、そうなんだそうということです。ビートルズはそんな感じです。なるほどね。他になんかさ、あったアーティストとかで面白いのいる？うん、